車のすぐ前やすぐ後を通ることも危険です。これらは二重三重の事故を起こす危険があります。自転車、それは私たちの生活に溶け込んでいるだけに慣れすぎて軽々しく扱っていないでしょうか。自転車が引き起こした事故は年間700件もあり、しかもその3分の2は相手が自動車であるため死傷者が多くなっています。道路の左端を一列に進むことになっています。曲がり角は必ず手を上げて合図を正しくはっきりすることが大切です。自転車も所車のうちに入っています。標識は必ず守らなければなりません。